気に入りお聞きいただきました。第1部おしまいは昭和を代表する歌姫美空ひばりさんのヒット曲をメドレーでお送りしましょう。幼い頃はその歌唱力の高さから天才少女と呼ばれ、一躍日本を代表するスターとなった美空ひばりさん。力強い歌声で戦後の日本を元気づけ、平成元年惜しまれながらこの世を去りました。今も色褪せることのない名曲の中から「愛さんさん」「リンゴ追い分け」「お祭りマンボ」そして「川の流れのように」以上4曲をメドレーでお送りしましょう。美空ひばりメドレー。